打った打球はセンターだ、ホームに下がる下がる下がる、見送って入った、満塁ホームラン。村田、好調の村田が今本拠地東京ドーム、まっすぐに一直線にセンターバックスクリーンまで持っていきました。満塁グランドスラム。古巣相手に村田が満塁の一発を放ちました。8対1、大きなリードを取りました。ツーアウトからではありましたが、この村田の一発がまたセンター方向によく伸びていきました。これで今日ジャイアンツ3本目のホームランになりました。よく伸びていった、見事な一発でしたね。素晴らしいホームランですね。打っただけの球を見ると、ちょっと外寄りの高めといいますかね、はい、ベルトあたりの高さですから、